2024年6月18日に台湾のメディアが、台湾海峡の中間線付近で漁をしていた台湾漁船の漁師が、中国海軍のものとみられる潜水艦が浮上して航行しているのを目撃し、撮影したとされる画像が SNS に投稿されたことを報じたよ。浮上したとされる潜水艦は画像から中国海軍の戦略弾道ミサイル原子力潜水艦 SSBN とみられ、その艦種については094型普及戦略ミサイル原潜とする情報や096型等級戦略ミサイル原潜ではないかとする情報が錯綜していて、この事件を報じるこれらの記事に漁師が撮影したとされる画像が添付されていないことから様々な憶測を呼んでいるらしい。今回はそんな中国海軍の原子力潜水艦が台湾海峡を浮上航行した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、094型進む級弾道ミサイル原子力潜水艦は中国海軍における主力の戦略ミサイル原子力潜水艦で、2007年に1番艦が就役して以来2020年9月までに4隻が運用されていて、さらに2隻が浸水して偽装中であることが確認されているよ。艦体の大きさは排水量1万2000トン全長137メートル最大幅 12.5 から13メートルとされ、最大速力は20ノットおそらく水上航行時で乗員は140名。西側諸国の分析によれば、094型原潜は初期型の094型が2隻と回収された094A型が4隻すでに保有しているとみられ、その後は現在建造が進められているとみられる096型等級原潜2隻を合わせて、中国海軍が8隻の弾道ミサイル原潜を保有するとされているね。米国防総省が2020年9月1日に発表した中国の軍事力についての年次報告書、2020チャイナミリタリーパワーレポートの中においても、中国海軍が2030年までに、現在運用中の094型普及戦略ミサイル原潜と開発を進めているとされている。096型等級戦略ミサイル原潜を就役させるとする記載があり、その開発は着々と進められていると見られているんだって。094型戦略ミサイル原潜の兵装には、魚雷発射管6機と SLBM 発射装置垂直発射システム VLS が12機搭載されていて、射程 8000km 以上の巨波2型 JL2 や1万、3000、1万、4000km とされる JL3 を発射することが可能だな。そして096型等級戦略ミサイル原潜については、弾道ミサイル発射用の VLS が094型が12機であるのに対して、倍の24機に増強されており、搭載する弾道ミサイルも最新型のものが、搭載される可能性があるとされていて、大きな脅威となると見られているぜ。ただ、096型等級は2024年時点ではまだ開発段階にあると見られており、ここまでのところ建造が終了して浸水した、あるいは秘密裏に浸水して偽装が完了したといったような情報はなく、今回目撃された原潜は096型ではなく094型であろうとの見方が広がっているらしい。これらの報道を受けた台湾国防部国防省のウェリントン空国防部長国防省は記者会見で、国防部においては状況を把握していると述べて事実であることを認め、台湾の離島である宝庫島から出漁した漁船の漁師が、18日早朝に台湾海峡の中間線付近で操業中に当該原潜が浮上したのを発見して撮影し、その後、中国海軍の水上艦艇が現場に現れて原潜と共に中国大陸方面に航行していったとしたよ。水上艦艇が駆けつけて原潜が浮上したまま航行していたとの情報から、軍事専門家やインターネットの軍事関係サイトなどでは、中国海軍の原子力潜水艦は故障したために浮上したのではないか?との指摘が多く挙げられているけど、台湾の炭鉱大統合戦略科学技術センターの楊大元研究員はこのことについて、原潜が故障したようには見えないとして、故意に台湾海峡の中間線付近に浮上することで、同海峡における中国の主権を誇示したのではないかとの分析を示したんだ。台湾国防部でも中国による威嚇である可能性を否定せず、胡国防部長は、
中国は台湾に対して絶えず軍事的な嫌がらせや敵が武力攻撃と判断しにくい手法で圧力を加えてくるとして、いわゆるグレーゾーン作戦や認知戦を仕掛けてくると指摘し、警戒意識を十分に持つべきであるとの認識を示したよ。また中国が台湾に対して一方的な現状変更を試みる可能性が常に存在していることを理解する必要があるとして、このような事象を怖がってパニック陥ることなく毅然と対応するが、挑発に慣れてしまうことは避けなければならないと強調し、台湾政府は冷静かつ理性的な思考によって台湾海峡情勢に適切に対処しているとして、中国に対してはトラブルメーカーになることの内容を強く求めると語ったな。台湾海峡において中国海軍の原潜が浮上航行したのは今回が初めてではなく、2021年にも094型浮球原潜が海峡を航行したことがあったぜ。2021年11月29日に軍事専門家のブログにおいて、欧州のオープンソース衛星画像サービスであるセンチネル2号が撮影した、台湾海峡の衛星画像に、浮上航行中の中国海軍の094型浮球、弾道ミサイル原子力潜水艦が映り込んでいるとする書き込みがあったね。この際にも原潜故障したとの説が持ち上がった一方で、軍事専門家の間では、弾頭ミサイル原潜が母港などの自国領海外で浮上航行してその位置をあらわにすることは前代未聞だ。との声があり、故障によって潜航できない何らかのトラブルが発生した可能性があるとの見方も示されていたみたい。隠密行動が常である潜水艦が、航海上を浮上して航行することは珍しいというよりほとんどありえないことであり、ましてや燃料補給の必要がなく長期間の潜航が可能で核弾頭を搭載した戦略弾道ミサイルを搭載してその時を待つ、戦略ミサイル原子量潜水艦が、台湾海峡の中間線上で浮上航行するには何らかの理由があるはずというのが大方の軍事専門家の見方だな。中国の原潜が航海上で浮上した例といえば、2018年1月10日に海上自衛隊が宮古島東北東の領海への接続水域を、北西方向に潜航する潜水艦を発見し、海上自衛隊第5航空軍所属の P3C 哨戒機と護衛艦が2日間にわたって、当該潜水艦追跡と監視を行ったものの、当該潜水艦は尖閣諸島の接続水域も潜航した後22日午後に尖閣諸島の北西の公海上で浮上して中国海軍の093型小球攻撃型原潜であることが判明し、その後セールに国旗を掲げて航行しているのが確認された事件があったよ。中国海軍の093型小球と呼ばれる攻撃型原潜は、排水量6000から7000トン、全長106メートル、全幅 11.5 メートルで、魚雷発射管から発射される長射程の対艦巡航ミサイルを搭載しているんだ。この093型攻撃型原潜がなぜ浮上して国旗を掲げて航行したかの理由については諸説あって未だに定かではないが、一つには今回の戦略ミサイル原潜の浮上目的としても考えられている中国の主権の主張や威嚇であるとする見方があるみたい。しかしながら主権の主張をすることが目的であるならば、アメリカ海軍が南シナ海や台湾海峡で実施している、航行の自由作戦と同様に、水上艦艇を航行させればそれで済むことであるとの指摘があるな。また、事故や故障によって浮上せざるを得なかったことも考えられるが、中国海軍の水上艦艇が駆けつけたものの、093型原潜が浮上した後は普通に航行していたことを考えればそれも可能性は低いってわけだ。それらのことからこの浮上航行については、093型潜水艦が海上自衛隊の対潜哨戒機や護衛艦、さらには潜水艦によって2日間追い回された挙句、攻撃される危険を感じて浮上したのではないかとする見方が広がっていたらしい。今回の件についても、浮上した後に航行を続けていたことから故障していたとする説は考えにくく、台湾海峡における中国の主権を主張するために浮上したとする説も、中国海軍が保有している3隻の航空母艦などの水上戦闘艦艇をその海域に派遣すれば済むことであり、本来隠密行動を取るべく戦略ミサイル原潜を晒す意味はほとんどないと見る向きもあるぜ。そして、
ここまで台湾軍の対潜哨戒機が追跡したかのような発表も報道もないことから、台湾海峡を先行していた戦略ミサイル原潜に対して西側諸国の潜水艦などによる何らかのアクションがあり、原潜が危険を感じて浮上せざるを得なくなったのではないかとする見方も出ているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。